朝や、ホテル朝やホテルは、栃木県日光市の鬼怒川温泉にある、リゾートホテルである。株式会社朝やホテルが経営しており、ホテル業のほか鬼怒川温泉駅前の土産物店、東北自動車道上川内サービスエリア上り線での、レストラン、売店事業を行っている。鬼怒川公園駅近くの鬼怒川上岸に、 朝屋旅館として1888年に創業した老舗であり、すべての客室には自家源泉の温泉が引かれている。2015年現在は、周報館と旅館形態の8番館の2館体制で、客室数192室、収容人員876名、3つの宴会場、最大1500人収容のコンベンションホール、岩盤浴、屋上露天風呂、 個室料亭などの設備を有し、絹川温泉郷では最大手の宿泊施設である。バブル景気絶頂期の1990年にメインバンクの足利銀行の融資により、総工費73億円をかけ、巨大な吹き抜けシャンデリアが降り注ぐロビーや重厚な洋室など豪華絢爛な設備が特徴の周報館を竣工した。しかしバブル崩壊後は団体客の減少により売り上げが、 年々低減。2003年11月末に、足利銀行が経営破綻し、不良債権が表面化したことで、借入金返済が重荷となり、2004年12月に絹川温泉の企業では初めて産業再生機構の支援開始決定を受ける。これにより、足利銀行の207億円に上る債権放棄が実施された上で2005年4月に、 産業再生機構と機関投資からの出資による株式会社朝やホテルへ新旧分離が実施された。産業再生機構が宇都宮市に設立した株式会社旅館マネジメントサポートによる事業支援策で旅の目的やグループ構成に応じて部屋や料理を柔軟に選択できる仕組みを取り入れ、8番館を去コーポレーションにプロデュースさせ、2005年7月に 再建に伴う最初のリニューアルを果たした。また、老朽化した、軽風間を解体、寒山間を従業員寮に変更し、再建前は四館で三百六十あった、客室数を規模を縮小した。なお、軽風間と寒山間の跡地には、貸し切り風呂、福密宝塚式師匠、内出の小槌の湯が二千十年に竣工している。なお、九百七十三年に、 当館の北寄りに開業した、絹川ホテルグリーンパレスは、朝やホテル創業家による有限会社朝や、グリーンパレスによって経営されていたが、2009年1月26日に、絹川第一ホテルを経営する関係会社と共に、宇都宮地裁へ自己破産を申請。絹川ホテルグリーンパレスについては、伊藤園ホテルに買収され運営が行われている。ありがとうございます。